はい、皆さんこんにちは。今日はね、項目の多いっていうか質問の多いことについてお答えしたいと思っております。弁理士は独学でいけるかってね、人がいまして、結構これ質問を受けるわけですよ。あるいは自学力で勉強しましょうねって歌ってる呼び込まれではないですか。だから独学で本当にいけるんですかっていうと、これはね、100% いけないとはちょっとこれは言えないと思っています。いける方もいらっしゃいます。ただそれは相当時間があって、それから何だろうな、実務経験があってとかね、何せ実務経験以上に何か資格の経験があってって方は言えるかもしれません。だけどそれじゃなくてゼロって方になると、私司法試験もやったことがあるんだけど、司法試験以上にこれ難しいんですよ。なんで難しいかというと、司法試験って割と離婚とか訴訟とか契約って一般的なことではないですか。でも特許とか実用試験って聞いたことあります？まず弁理士さんと会うってことは普通ないと思うんですよね。私もこの業界に入って初めて会ったわけですよ。初めて勉強したわけね。法学部で普通やらないんですよ。だったら分かんないんではないのかなって思うんですね。でも試験だから当然幅があります、ね、ただ今独学でやってしまうと、あ、これもこれもって言って全部手を出しちゃうんだよね。広くやってしまうんですよ。でこれは無駄が多い、すごくね、時間かかる。で時間かかる上に効率が悪い。でさらに言うならば、一生懸命やったつもりなんだけど深みが全くないんですよ。使えないってことになっちゃうね。で両方使う意味って何があるかっていうと、まず幅を知ることです。でまず幅についてしっかりと説明しますからね。そして合格した後でもちゃんと使える知識ってつけるんですね、それは教科書に載っていないんですよ。でこの業界で一番悪いのは教科書が全くないんです。だからぜひ予備校に来てもらいたいなって思ってるわけね。で具体的な使い方については今これ説明しても多分分かんないと思います。で今度ガイダンスがあるんですね。ここに書いてある通り、1月の13日の4時から5時半、あるいは1月20日の1時から2時半、1月27日の1時から2時半、あと2月にずっと書いてありますので、ここに来てもらいたいと思っています。そうすると、こういうことに関してちゃんとお答えしようかなって思ってるわけですね。で、幅ってどういう幅があって、どのくらいやればいいかってことがやっぱりあるからね、それも含めてしっかりと説明していきたいかなって思っておりますので、ぜひお時間ある方は来ていただきたいと思っております。